課会を再開いたします休憩前に引き続き質疑を行いますそれでは井上健次委員どうぞえっと昨日はちょっと時間不足であの反論しなかったんですけどもこの利用頻度の高い方に重点を置いた割引制度ですねこれやっぱりあの昨日も言いましたけど市民の足を守る 公共性の原則に反すると思うんで,で、決まったことじゃなくて、これから来年度、検討されるっていうことらしいので、ぜひですね頻度の高くない方、高くない市民も対象,する対象とするように求めておきたいと思うんですけどいかがでしょうか王子営業推進室担当部長。ただい ご質問でございますけれど私どもといたしましては、先ほどもから申しますとおり、IC カードによりますポイント制の導入、それから各種乗車券の抜本的見直しということを考えております。で、あのその中で、やはりあの私どもといたしましては、市バス地下鉄、あの多くの方ご利用いただいているわけでございますけれど常日頃からご利用いただいております市民の方に、できるだけ あの還元のしてまいりたいというふうに考えているところでございますしかしながらあの私どもあの、えー、交通事業者といたしまして、えー、道路運送法や、えー、鉄道事業法というものにへのっとってやることになります、えー、その中で、えー、特定の利益に対し不当な差別的な運賃の取り扱いをするということは禁じられておりますした、えー、いましてあの 市民の方とそ,れでその他の方で,です、ね、運賃を分けるというのは法的に難しいございますので、私どもといたしましては、やはり利用頻度の高い方に対するよりお得なお得感を出すということを考えておりますので、この方針に基づきまして、メリハリをつけた運賃制度のほを構築していきたいというふうに考えております。田上 規決、まあ、じゃなくて、ね、これからそういうやり方、あり方について検討されるということなので、まあ、ぜひあのそういう意見もあったということもあの考慮してもらいたいと思うんです、まああの昨日も今日もですも、ね、この事業をやってると事業者だということが強調されてますけれども、あのー、何年か前に、えー、会計制度が変更されたときに、 あのテキストでその変更点のを解説がされているんですけれども、おまあ、厚労省であったり、総務省であったりであの、お仕事されたり、講師されたりしている方なんですけどねあの、企業会計とは言いながら、地方公営企業は利益追求のための企業ではなくて、自治体がサービスを提供するための企業だと、で独立採算にしても、すべて独立採算で行うことを予定し,しているのではないと。 お自治体が負担すべきものを負担することによって、えー、公営企業の経営が合理的に行えるように基盤を築いた上で上での独立財産性を求めているんだと、まあ、こういうことを、ね、あの書いていらっしゃるテキストなんかもあったりです、ねあのー、今朝消毒の費用を誰がどうするのかという議論伊坂議員からもありましたけども僕はやっぱりこの例えば公営企業の17条の3で災害復旧その他特別の 理由による必要がある場合には、一般会計、または他の特別会計から公益業の特別会計に補助することができると、だからいろんなあの僕はあの条文なんかも読んでもねあの、やっぱり公共性というか、市民の足守るということは皆さんもおっしゃっていただいているわけですから、ぜひ。えー 頻度のねそんな高くない市民の方も対象にしてもらいたいと、改めて求めておきたいと思います、それからあの経営ビジョン、次のテーマですけれども、バス1日券についてですね、価格の適正化ということが言われているんですけども、これはあの端的に言って、700円に値上げするという予告なんでしょうか、どういう意味なんですか、適正化っていうのは。大地担当部長 はいえー、バス1日券につきましては、500円から600円に改定させていただく際にです、ね、このカードにつきましては、本来は700円の価格が妥当であると、えー、するものの当面の間、600円ということで、えー、改定させていただいたという経緯がございます。えー、先ほどから出ておりますあの乗車券とこれからあの抜本的な見直しをしていくということにしておりますので、そういった中で,です、ね、その辺に含めて検討の方してまいりたいと思います。農 まあ昨日の議論でねあの南区から府立病院へ行こうと思ったら2回乗り換えたがんとだから460円かかっちゃうとお1本やったら230円でいけんのにっていう議論をかつてしてた時にねいや一日500円券こうと思ったら。 40円だけプラスしてもらったらもうそんなにわりませんですって言われてねそんなもんかなと思っとったけどねそれが700円だと全然そういう話の前提が狂ってきますよ、あのー、その本来とかね適正とかって言うけどねある水準があって何か改正されたとしたらその改正された水準が今後のルールになっていくんであってもともと改正する前の水準のことを適正かとか基準だとか言い続けてたらね何のために制度の改正やら あまあ逆の場合もあったりりととといいうことに、ね、ななかねないと僕はやっぱりあの少なくともこれについても適正化とかいう名前の値上げの方向については見直すべきだとこんなことを改めて思いますそれから次のテーマいきますけれどもあの車両や設備の更新費用の増加というふうに書かれてるんですけどもちょっとこれはあの素人考えで恐縮なんですけどねあの一般にまあ家庭であっても会社であっても例えば僕の家でも洗濯機でもお 壊れかけてるとで10年後に10万円出して買わんたかんとした場合1年で1万ずつ、ね、節約して貯めていったら10年後そのお金で新たに買えるとまあ積み立て方式っていうか引き当て,て,引き当て金方式というかこういう方法が取れないのかどうかで制度的に取れないのかあもう余裕がそこまでない,な,いないということなのかですねそれともう一つは あの10年後に僕が10万円どっかから借金して井上債を起こしてですね、えー、ほんでまああとそれからの先の10年間で1万円ずつ、まあ、利子ももちろんつけるけれどもお返していくという方法であればねその10年後に直ちに10万円が出ていかなくてもええんじゃないかと、まあ、こういう,うまあどっちの方法を取るにしてもですね、えー、10年後に一挙に一挙に10万円がいるわけではないと、まあ、素人考えで思うんだけども。 そういうふうに考えればことさらに更新の時期だから大変だ大変だっていうことをねその必要以上に強調するっていうことはどうなのかなっていう気が僕はするんだけどその辺ちょっとあのご説明を願いたいと思います。 大塚総務部長、はい、あの積み立ての制度についてでございますが、えーっとまあ、積み立てをするというのに当たりましては、当然、資金に余剰がないとできない、まあ、それで言いますと、あの日常の運転資金についても、一時借り金でまあ補填しながら、今、回しているというような状況ですので、えー、現時点でまあそういう判断というのはあのできない状況かなというふうに考えております。それから、えー、っと10年後ととおっっっしゃてるちょっとあの理解が私も及び んんでないんでいなすが通常、記載するときというのは、えー、20年、30年といった単位でまあそれを返済していくという,ふうなことになりますので、まあ、それが先々、年々にそういう形で返済していくというものになりますので、えー、その制度をまああのこれから先も運用していくことになるのかなというふうに思っております野上健人まあ一般的にあの企業経営というか会社の運営というか事業を起こそうと思えばです、ね、その融資を受けて え一定の借金をしてえ順番に返していきながら回していくというのはごく普通の社会的な出来事の一つだろうと思うのでえまあ要するに僕の言いたいのはそのね開会の時期だけに特別にその全額が余計かかるということではないんじゃないんでしょうかということをまあ聞きたいわけねえまあちょっとそのことさらにねえ大変だ大変だっていうことにしなくてもですねえむしろ僕は。 あのー、例えば国の,あの法定消却期間の問題なんかでね、えー、実態に合ってないんじゃないかともうちょっと長持ちするものがね3年で終わっちゃうよみたいなねあの5年で終わっちゃうよみたいなことは実態に合ってないんじゃないかということについての政府ともっと交渉するとかですね、あのー、あるいはあ 記載を買っていただく機関についても、昔はまあ政,府政,府系政府系の公的金融機関なんかも、いろいろ活躍してくれてたと思うんだけども、まあ、最近、民間の引き受け手が多いのかどうかね、だとすれば、利子の軽減であったり、より定理の、ね、方向で交渉ができないのかどうかとか、より定理な方向での借り換えができないのかどうかとか、いろんなご努力をぜひ、ねまあえーえー、頑張ってもらいたいというのがまあ結論なんですけども、 包括的にご答弁いただいて終わりにしたいと思います大塚部長、えー、あの資金繰りをしっかりとやって、あの経営をあのしっかりとやっていくというのは、これはあのこれまでからもそうですし、これからもしっかりやっていきたいというふうに思います。あの制度的にででききることできないことととないいございますあのえーっと 実際の,その対応年数と償還期間のずれというのは、特にバスの車両なんかではこの間、答弁させていただいているようにあるようなこともございます、そういったことは国にも要望しております、でそれ以外にも、資金の運用について、あるいはその地方債の発行については、市の,その行財政局の方の資金担当の方が総括で、全体的にそのその時々の状況に合わせて有利な運用をしているというようなこともございますので、そういったところともしっかり連携を図りながらやっていけばなというふうに考えております。農県人 僕は来年度、京都市の指定金融機関の切り替えの時期だと思うんだけども、やっぱりそういうところにもね、京都市なり、局が発行する債券については、もうできるだけ手入理でちょっとやってもらわないけとか、そんな話をぜひね、頑張ってもらいたいと、こんなこと改めて思います、終わります進行いたします。井上義委員 き、はいえっと、昨日にもありましたとおり、コロナウイルスというまあ予想だにできなかった事態が、まあ、本日も発生してしまいまして、市民の皆さんのご利用はもとより、観光目的の方々もまあ激減している中で、午前中の審議でもありました、吉田委員からも質問がありましたけれども、来年度、令和2年度はさらに増収、増客策及びお客様サービスの向上に全力を挙げていかなければならないわけであります。 提案要望になってしまうのかもしれませんけれどもその一つとして私は地下鉄のあの発車メロディについてちょっと質問させていただきたいと思いますまあ、現在東西線においては電車の発車する際にまあ、いかにも京都らしいメロディーを採用されていますまあ、これは私が調べさせていただいた限りでございますけれども六十増行きの上り列車にはま帳のように京都の街並みに降り ちなみに降りてくる朝もやの印象がモチーフになっておる「琴の朝もや」という曲そしてまた下りの渦又天神川駅には第5駅の近くにある第5寺の小に泊まるウイスをイメージされた第5寺のウイスさらには京都の穏やかな春の雰囲気を水琴窟の音をベースにした春開き琴のみやびやかな情景を想起させる旋律に獅子おどしの音がインパクトを与えております四川堂獅子おどしといった いかにも古都・京都の優雅さをイメージされた心地のよいメロディーが使用されておりますけれどもしかしながらこれは烏丸線においてはまあ単調なメロディーでの発車ベルが多いと思うんですけれどもまあそこでこの烏丸線のメロディーは現在使われているメロディーはいつ頃から現在になったのか教えていただきたいと思います。中山高速鉄道部部担当部長 はいえっと東西線のメロディーについての質問でございますえこちらの方はあの東西線開業時から持っておりましてまホームドアがあるということでなかなか列車の動きも見えないという中で出発をお知らせするという形で取り入れたものでございますはい七田高速鉄道部長あすいませんちょっと補足ですあのから様線の方はメロディーっておっしゃっておられますけどあれおそらくあの、えー 列車が入ってくる際の警報音のことをおっしゃっておられるのかなと思いますあのこれに関してはあの目の不自由な方があの転落しないようにということで上りと下りで音を変えてえ分かりやすい音、あのこれはすいません、あの本当に実用的に作っておりますので、えー、目の不自由な方がはっきり聞こえるような音ということで上りと下りを分けた形であの導入したものでございまして少しあの東西線の発車音とは性格の違うものでございます野上芳弘委員、はい。ありがとうございます 特に烏丸線においては、まあ、京都駅といった、まあ、通勤通学の利用に加えてです、ね、あの観光でのご利用にされる方々が非常に多いわけでありますし、まあ、その観光で来られた方があの観光の出発の駅でもある京都駅で、まあ、京都らしいなと思っていただけることも、まあ、重要ではないかと私は思います、えー、私は,実は、まあ、あの私事で失礼ですけども生きものが物りという3人組の音楽グループのファンなんですけども まあこのグループのメンバーの出身地であります神奈川県の海老名市、そしてまた厚木市を通っている私鉄の小田急電鉄さんとの協力で、まあ、彼らの楽曲のオルゴール調のメロディーが採用されまして、非常に多くのファンが遠方から、全国からあの訪れたわけであります。まあ、これをまあ京都で言えば、まあ、例えばですけれども、まあ、2017年にまあ京都観光もてなし大使を務められました、京都出身の倉木麻衣さんですが、 現在も数多くのヒット曲を出されておりますが、まあ、その中でも京都らしならではの曲であります、まあ、2017年の作品である「渡月京」という楽曲がありますあの和の雰囲気でとても繊細な楽曲でありますあの先ほどおっしゃられた通り、あり電車の接近時発射時のメロディーはあの騒音の中でもより聞こえやすい音であることやあの警告のまあ効果を出すための意味合いが あるのは私も何よりも安全が最優先であるのは十分あの理解はしておりますけれどもまあその中でもやっぱり利用促進お客様サービスの一環としてまあこの烏丸線においてもメロディーの改善をしていくことについてはいかがですか。土田部長はいあの 実は発車メロディーに関しましては烏丸線は運行管理システムが古くてですね、えー、実は今、採用できない状況にありますあの東西線と違って駅ごとであの管理しておりませんので東西線は駅ごとに出発を管理しているのでその出発時刻に合わせてメロディーを流すことが可能なんですが今、烏丸線はちょっとできないただあの、今令和3年度末をめどに更新をかけているので、まあ、更新をかければ不可能ではなくなるのはまあ事実ではございます。あの まあどうしていくかって今、実は答えをあの持ち合わせておりませんけれども、今の先生のご意見はまあ参考にさせていただきたいというふうに思っておりま矢部嘉宏委員、はい、ありがとうございます、またよろしくお願いします。まあ、続きまして、ですね開発への表示、案内表示についての項目がありましたので、まあ、あの同じくお客様サービスの向上にありますあの分かりやすい情報発信ということで。 烏丸線の各駅の行き先案内表示機のリニューアルおよび増設をされるわけでございます。これはすでに東西線ではまあ改札口を通ったらすぐに見やすいところに上に設置されておりまして、電車の出発時刻の確認がぱっと見て手軽に分かるわけでございます。そしてまた 先月の2月14日には便利に地下鉄をご利用いただくために降りられる高斜駅の改札口などに近い車両のドアが一目で分かるま地下鉄便利マップのドア地下をホームのある階にえ掲,示掲示出されている箇所を増やしたりまあ新たに改札階への掲出をされましたこれによってコンコース階の改札口の位置とかまあ改札口に近いドアの位置が色付けであの表記されております。 がこれはあの社内にも掲出されておるんでしょうか土田部長、はい、あの社内についてはそのドアチカマップの宣伝という形でこういうものがありますよという、あのー、掲示はさせていただいておりますけれどもあのドアチカマップそのものについては掲示しておりません井上義員はいそのポスター、確かに私も見させていただいたんですけどスマートフォンで見れるというような案内やったと思います。 あのスマートフォンはあの確かに若い方はいいんですけどもご高齢の方々ではやはりまだまだ使い慣れていない不慣れな方がおられるのもまあ現実事実でありますしまあそういった方に対しても電車から降りた際にねやっぱりぱっと見てこう改札口がどちらにあるのかえどなたにも分かりやすくまあ大きく矢印なんかの表示案内がある駅もまあ,あるかと思いますまあ直感的に分かりやすいと思いますしえ事実あの直感的に分かりにくいし あのっていう声を実はちらほらいただいたんです、まあ、そういったあのお声は届いているのでしょうか土田部長はいあの駅のサインの,あのことかと思います、えー、実はあの駅のサインにつきましては、えー、平成26年度からですかねあの実はあの駅の会 開業した時期に応じてサインをつけてまいりました関係で結構バラバラだったんですけれどもこれを平成26年から4年ほどかけましてサインを回収しまして全て同じように。あの サインを回収してどの駅でも同じように分かっていただけるような形に書いたところですで、えっ、ー、とちょっとあの私どものあのあれ情報収集力の問題かもしれませんが先生おっしゃったようにそのサインが見にくくなったとかそういうお話は今のところはちょっと聞いてはいないところですあのもちろんあのいろんなことについてサインが足りないとかっていうようなことはお聞きして付け加えたりはしておりますけれどもあの分かりにくいっていうのは今のところあまりあのお聞きしてないところです。野上佳代委員。ありがとうございます。えー そして引き続きその電車から降りてスムーズにホームへの移動改札口への階段の動線といいましょうかあの日本人はまあ暗黙の了解で左側通行というのがまああのできているのかもしれませんけども、まあ、観光で来られた外国人の方々とか、まあ、通路いっぱいに横並びになってまだ歩いておられる場面も現実、あるわけでございますしあの阪急電鉄なんかではまあ階段や通路に、ね、あの大きく左側に。 進行方向の左側に矢印が表記されており、まあ、きれいにこう通行すれ違いが、うん、できるようになっておるわけでございます、うん、で階段のところもこうぐるっと180度回転するような箇所でもあのお互いがきれいにすれ違えるように鉢合わせのないように、うん、スムーズにできているわけでございますのでこういったこともあの地下鉄としても導入をと思いますけどもその点についてはどうでしょうか 土田部長はいえー、まずあのホームに降りられてあのー。 エレベーターエスカレーター階段っていう。まあ3つのルートがございますので、これに関してはそのえー、分かりやすいようにということで、えー、平成25年度と26年度にあのこの3つのサインについては増設をして、えー、たくさんつけて、えー、なるべく皆さんに目立つようにしております。で、今、もう一つ先生がおっしゃられたその通告文の関係です。けれども、これは実は常任委員会においても、あの議員の方からあのご要望もございまして。で、今あの？ 市場とか京都とかそういうたくさん人が通る駅まあ,あるいは国際会館のように一時的に混む駅というところについてはあの通告文つけておるんですけれどもその他の駅にもつけてほしいという要望もいただいておりますのでまあどうしていくか今、検討しているところですがあの必要があればつけていくべきとも思っておりますのでこれについてはあの検討してまいりたいというふうに思っております井上芳弘委員、はい。あのぜひとも全域導入に向けてあのお願いしますす以上です 以上で交通局の審査を終わります。理事者お疲れ様でした。明日5日木曜日は午前10時から上下水道局の審査を行いますのでよろしくお願いいたします。本日の分科会はこれをもって参加いたします。委員の皆さんお疲れ様でした。あ9時から <laughs> 有効。あ、違う違う。